こんにちは、あたりです。今回はこちらテレビ局2015年11月号の付録で遊びます。はい、今月号のテレビくん11月号、先月の10月号に引き続き仮面ライダーゴーストの情報がね、いっぱい載ってるんですよ。見てください、仮面ライダーゴースト34ページ大特集。仮面ライダーゴーストの新しいフォームとかさ、仮面ライダースペクターの情報とかがさ、いっぱい載ってるわけですよ。でね、よいしょ、ちょっと広げちゃうんですけども、はい、こちらテレビくん1月号、再来月ね、にスーパー、じゃあ超オリジナルストーリー DVD がついてくる。さらにその翌月2月号にはこの DVD に出てくるオリジナルのゴーストアイコン、一級ゴーストアイコンがついてくる。おお、これは要チェックですぞ。で、その DVD 関連で言えば、仮面ライダードライブのハイパーバトル DVD 第2弾、こちらの応募が始まっております。で、まああとはやっぱニンニンジャーかな。新しいロボットがね、出てくるんですよ。新しいロボットが出てきたり、なんかとんでもないヒーローが出てきたりとかね、まあ出てくるわけです。まあ詳しくはテレビくんを買って読もうね。でね、あとこれ Nintendo 3DS でね、ニンニンジャーのゲームが出る、もう出たんだよね、9月の30日に。いや知らなかったこれ見るまで全然知らなかったね。でね、あの今月号にこちらのサンダーバード R5、 もうこちらのね DVD がついてくるんですよね。1話2話が入ってるのかな。いや懐かしいよね、サンダーバード。僕がね小学校1年とか2年の時ぐらいに NHK でやってたんですよ。いや懐かしいね。では今 NHK 総合でやってるってのを初めて知りましたいやもうこれはもう特撮好きな方はもしかしたら結構よく知ってたりするんじゃないですかね。このミニチュアがすごかったりとかするんですけど、まあそれはまあ置いときましょう。で、まああとは妖怪ウォッチですね。12月に映画やるんだよね。で、ポケモン、あとはトランスフォーマー、いろいろありますね。それじゃあ付録を確認しましょう。まずはこちら、最強付録ゴースト完璧になりきりセット、豪華5点セット、そして限定のガンバラジュンカード、でさっきも言った、DVD、 そして妖怪ウォッチのアニメブック、これぐらいですかね。よし、それじゃあまずはガンバライジングカードを出しましょう。こちらですね、はい、テレビくんオリジナルの仮面ライダーゴースト俺魂、裏がこうなってます。で、こっちが昨日紹介しましたテレビマガジンのガンバライジングカード、仮面ライダーゴーストですね。ちょっと個人的な好みでまあ申し訳ないんですけども、テレビマガジンの方がちょっとかっこいい気がする。裏がこうなってますね。どうでしょう。さあ、そして組み立て付録ダッと、はい、豪華5点セットということでね。で、まあ本紙の方にもよいしょ、なりきりセットがついてるからね。よいしょ、これをじゃあ切り離しましょう。はい、はーい、それじゃあいきます、作りますよ、せーの、パッと、はい、完成しました。5点セット。まずはゴーストドライブ、すごい立体感すごいでしょ。これしっかり作るとね、これだけのものになる、かなりしっかり作られて。で、俺ゴーストアイコンでしょ、これすごい、カプセルを使って本物っぽくなってるんだよね。で、もちろんゴーストドライバーに入れることもできる、セットして、あかん、これすごいよ。で、ガンガンセーブですね、これはまあいいでしょう。で、なりきりマスク、で、さらにこれなんだろうなと思ったら、パーカーのフードになってるんですよ、なのでここのよいしょ、ゴーストドライバーを開けるでしょ。で、俺ゴーストアイコンをセットで、またこれマジックテープがついてる。で、あーい、バッチリみな、バッチリみな、バッチリみな、レバーもゴム、はい。で、変身マスクを
つける。え、でここにまたマジックテープがある。でフード、ここにマジックテープがついてるでしょ。だからこうですよ。どうも仮面ライダーゴーストです。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はこちらテレビくん2015年11月号の付録で遊びました。これしっかり作ることができれば結構長く遊べますよ。ゴーストドライバーすっごい出来がいいんで、まあね、よかったら皆さんチェックしてみてください。税込み690円となっております。安い。はい、というわけで、テレビくんの紹介でした。それではまた次回、バイバイ。